が美味しいものを見つけたこの時間ですよ。今回は NTT ホテル盛岡さんの方にお邪魔いたします。なんと一目一掃さんがオープンしたそうですよ。今日は今から美味しい料理をこちらの方に紹介したいと思っています。それでは皆さんレッツリゴー。はい、
食物繊維が100倍の17倍だそうです。わあ、すごい食物繊維ですね。はい、で、僕の上にそうですね、いいね、はい、好きなところに感じる、はい、うわー、嬉しい、これはいいですね。お肌も良くなるし、ビタミンもたっぷり、中さんも迷っちゃうので選ぶのが嬉しい、選ぶのが楽しいですよ、皆さん。甘い甘いな、ね、これを
は塩が3種類、天つゆから珍しいのがあります、はい、こちらすごいです。カレー塩、抹茶塩、ね、塩がいろいろあります。じゃあ私はちょっと抹茶塩を、うわーすごい、サラサラですね、香ってますね。あの、抹茶塩って抹茶で食べるの塩で入ってるんですね。抹茶、抹茶に塩、あとにあとで楽しんで。こちらはちょ料理長さん、ちびちびに食べられているということ、はい、私料理長の成田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、皆さんね、料理がたくさんあって、もうね、ライブの方が来てると絶対にお客さんの顔が見えるので、それがまたね、嬉しいですね、はい、こちらのお客さんの方が嬉しいです、ね、なんか、ありがとうございます。それでは、次は何でしょうか。ちょっとこちら、なんかいい香りが、炭の匂いがなんかしてきました。炭火焼き自分ですか。はい、じゃあ県産鶏の炭火焼きになります。国産鶏、はい、宮崎になります。すごいすごい、本当に炭火でちゃんとこう焼いてられますね。今焼きたてをちょっとやっていきたいと思います。どうですかね、これ直接、はい、いただいちゃって、もともとこれも自撮り屋さんに食べに行くしかないですよね。こちらで食べるっていう、はい、お肉大好きなんで、すごいですね、何でしたこんなにいっぱい食べてるんで、今ジュージューいただきます。先生、おかわりとか自由なんですか。今日バイキングだと思います。大丈夫ですか。そうですか。そうですね、こうね、値段がもうおかわりして、だから採算が手に届かなくて、ありがとうございます。では、焼いて、いえ、後で食べてみたいと思います。はい、匂いだけでも、はい、テーブルの方に、はい、いただきたいと思います。すごい、今回は AST ホテル延岡さん、そしてこの2階の一目一掃さんの方にお邪魔いたしております、店長さんの大脇さんに来ていただいております。はい、今回は美味しい料理がたくさん並んでましたね。ありがとうございます。はい、もう今からですね、食するのが本当に楽しみです。店内もすごく広くて、そうですね、はい、約100席ほどご用意をしております。はい、ということですね。もうご家族連れとか、ね、奥様連れ、ね、いろんな形で上に来られますよね。はい、今回あのこちらの一目一掃さんは、はい、あのいつ頃こちらの方にオープンされたのですか。はい、9月の17日にオープンになりました。はい、そうですね、もうそれで9月の、ね、9月からこの日までですね、すごくですね、たくさんの人が毎日、そうですね、もうほぼ毎日満席状態で、はい、ありがとうございます。で、私もですね、あの単独でこちらに食べていただいたことがあって、はい、もう早速ね、料理を、はい、OK いただいたところなんです。ありがとうございます。
でとっても料理がですね美味しくて、もう2回目も3回目も来ちゃってまた予約したんですけどもういっぱいだったんですよ。で今回はまた1週間前ぐらいにまた予約した方が早く食べちゃったりします。はい、もう1週間前ぐらいにはご予約いただいた方が確実かと思います。はい、はい、じゃあ次チャレンジしてみたいと思います。一目一掃さんで、ね、名前がすごくですね、はい、変わっていますけれど、ね、一味木に、そうですね、一味草で、はい、なかなか意味があって付けられて、そうですね、もともとは宮崎観光ホテル一目一掃というのがございまして、ここで県北の女性が特に利用が多かったというのが、こちらで姉妹です。これを応募するのが、姉妹ですね。私も一度観光ホテルさんに食べに行ったことがあります。はい、こちらの店内広いですね。そうですね、はい、お料理も確かにもう美味しかったのでもう覚えています。またこちらの一目一掃さんですね、いろんなコンセプトで、ね、はい、考えられてお料理とか作られていると思うんですけど、はい、やっぱり地産地消というのが、そうですね、はい、基本的にはその体にいいものを皆様に召し上がっていただきたいということが、本当にありますけど、飲めようかなと思うのは、生産者さんとお話をしながら、食材を出しているとか、本当に今、そうですね、すごく考えられているってことでですね、もう本当に飲めようかな、すごい美味しい料理とか、もうお魚からできたり、そうですね、お肉からできたり、はい、お野菜もたっぷりですね。うん、もうみずみずしいお野菜もですね、いつも作っているんですけれど、ね、生産者の方の気持ちを考えられてですね、はい、これからどんどんこう、はい、メニューが、そうですね、はい、開発されるみたいですね。はい、これからはまた、またイベントとかですね、この中で考えられていることが何かこう、そうですね、やっぱり年末に向けて、これからハロウィンですとか、クリスマスとか、ご家族、特に女性に向けたイベントごとをやっていけたら、いいですね、はい、それ記念日とかそういう日ですね、楽しみがありますね。15歳10日でしたかね。そうですね、はい、まあ、そういう、まあね、そういう加工して来られてもよしですね、はい、楽しみがいっぱいありますね。こちらはちょうど前にホテルが、ね、あったんですよね、ホテルミニミニチュの豊田さんですね、はい、もう後というところで、はいはい、もう場所的には延岡の方々はよく分かっておられると思うんですね。そうですね、はい、そのこちらのホテルの2階にあります。はい、はい、エスカレートでスーッと上がればすぐに入り口になっています。はい、入り口の方にはなんか出来たてパンも、そうですね、パンになってました。はい、これを生産者さんの方が手作りで作られたパンなんでしょうか。いや、ホテルのベーカリーがございますので、うん、これを出した、作りしたパンで、この店内でも同じく同じパンを出しています。美味しいんですね。もう本当に自然で、ね、作られたパンですので、ぜひ一度見せてみてくださいね。何よりまた、はい、何かこのイベントとか、これから先にお伝えしたいなって思われることが何かありましたら、先ほど申し上げた通り、延岡の食材を中心にこう、メニューを作成しておりますので、はい、地域にこう根付いた飲食店、これからも目指してやっていきたいなと思いますので、県北の皆様には何度もこう足を運んでいただけるような、お店を作っていきたいなと思っております。素晴らしいです。はい、私も料理が大好きなのでこちらの料理も何回も何回ももう一度食べたら忘れられないので、はい、また来らせていただきたいと思います。はい、ぜひお願いいたします。はい、今回も本当にお野菜たっぷりでもう体にとっても優しいお料理がたくさんありますので、またこれから私が食して帰りたいと思います。今回は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、今から美味しいメニューを、それでは早速いただいてみましょう。はい、皆さん見てください、ね、こんなに美味しい料理がですね、もうこちら私が先ほど自分で取ってきたじゃじゃーん料理です。
それでは早速、はい、美味しそうですね。まずこのシューマイですね。これはほかほかで、すごく大きいです、ね、今酢醤油にからし、ね、つけてちょっと一口、大きなお口でいただきます。あ、美味しそう。おいしい。とてもふわふわでジューシーです。中から肉汁がじゅわーって出てですね、とてもお肉がですねしっかりしておいしいです。うん、お肉の甘みが中から肉汁とともに出てきます。おいしい。シューマイがねすごく多くて、ご飯にもですねすごく合うと思います。うん、美味しいです。では続きまして、こちらがすごく気になっていたね、さっきの豚ちゃんね、ヨットンの豚ちゃんですよ。美味しそう。これトマトベースがね、ベースにあってパセリが上にかかっています。いただきます。うん、おいしい。今ベーコンがなんか中にかかってるんですね。中のねお肉がしっとりとしてね、中にこうベーコンで巻いてあります。すごくトマトはですね、酸味が、ね、甘い酸味があって美味しいです。結構私あの取りすぎちゃいましたので、これを今から一個食べて、ね、嬉しいです。食べれば次がお野菜たっぷりですよ、ね、ピーマンとか、あ、パプリカですね。パプリカ、ズッキーニ、ね、お肉、はい、鶏肉ですね、たっぷり入ってますね。お肉がまた甘い、甘くて美味しい。こちらパプリカね、サクサクしてます。聞こえますか、この音。サクサク、サクサクしてますね。宮崎県でもね、延岡でもすごく美味しいですよね、地鶏の野菜ね、とっても甘くて、うん、お口の中に入れると食感がですねサクサクなんです。美味しい。ズッキーニも甘いです。このお料理がですね、温かくても冷えててもどちらでも美味しいというのがですね、やっぱり味がしっかりしてて、あれとても美味しい料理だからだと思います。次は、なんかカルパッチョですね。うわ、サーモンの綺麗な色です。お野菜に私は毎日食べさせていただきます。水菜ですね、シャッキシャキしてます。聞こえますよ、この水菜のシャッキシャキとした音が。おいしい。サーモンのお刺身がすごく甘いんですよ。本当に新鮮で甘いんです。お口の中で甘さが広がる。次から次と次食べるそうなんですけど、美味しいです。どんどん自分がですね美味しくてどんどん食べてしまいますけど、先ほどのずっとビュッフェ式のバイキングずっと回っていたら、目の前で鉄板でお肉をジュワーって焼いていただいていたので、私も今いただきます、はい、こちらですね、
はい、お塩でいただいてもいいし、ステーキソースでもいただいて食べることができます。こちらはおソースですね、ステーキソース。宮崎さんのね、肉です、牛ですね。何かあの言葉を失ってしまう。これは弾力があって柔らかいです。甘くて美味しいね。これいくらでもなんかいけちゃいますし、ビールのお供でもバッチグリ。ですね、取ってきたので、はい、もう いろんな食べ物がどれで食っていいかがちょっと迷っちゃうぐらいだったんですよ。お野菜も美味しいし、地鶏もありました。でこちらが、天ぷらですね、カレーの塩、カレー塩、それをかけてきました。ちょっといただきます。ほら、今ね、サクサクと揚がったところなんですよ。いただきます。すごくサクサクしてる。おいしいです。どれ食べちゃおうかな。たくさんありますね。なんかこれ気になると思いません？トーストのチーズとチーズかね、焼いてるのですね。これいただいてみたいと思います。なんか食わないで、上の方はサクサクしてる感じですよ。これはもうあの手に持ってて、ね、お病気はちょっとあるかもしれないですけど、2口ぐらいで開けちゃいます。チーズ濃厚な香りがします。これお酒というよりワインに合いますね。パンがサクサクしていて、すごく美味しいです。他にもですね、いろいろあったんですけれど、あのこちらですかね、はい、スイートがありました。スイートポテトと、はい、甘いチョコレートのロールケーキ。これね、生クリームがたっぷり上にかかっていますね。これちょっと気になりますけどね。はい、それとか、あと麻婆と、ね、私辛いのが大好きですけど、はい、麻婆でもですね、ひき肉もたっぷり入ってます。そしてチキン南蛮、定番ですね。の量がではチキン南蛮、アッシャムチですね。タルタルソースがふんわりとかかっています。いろいろね、ご紹介あとできないぐらいたくさんありますので、ぜひですね、皆さんも、AST 延岡ホテルさんの2階にあります一目一掃さんにぜひ食事に来てみてくださいね。ぜひお待ちしています。今回は美味しいお料理をたくさん堪能させていただきました。次回はまた個人的にも料理を早めに予約していきたいなと思っています。
本当に美味しいお料理を堪能させていただきました。ありがとうございました。はい、それではですね、なんとこちら、ね、一目一寿さんではとても美味しい野菜寿司、じゃーん、ほら、かわいい手回り寿司みたいな感じですね。今回はしいたけが上に乗ってます、ね、これをちょっと食べてみたいと思います。でこんなに板前さんのごつい人がですね、こんなにかわいいね、お野菜の寿司を見るんですよ。それがまたかわいらしいですよね。で、ちょっとわさびを入れまして、コリコリです。お野菜の食感がすごくいいので、この前来た時も いろんな野菜が乗ってて、その野菜とご飯の寿司飯がとても甘くて美味しかったです。で、次はおかけワイナリーの近くにあるブドウのエキスを吸っている桜舞カンパチっていう、これをちょっといただいてみます。ね、シソの葉が入ってる、びっくりですよ。あらない、ブドウのエキスってね、吸ったらすごく甘くなるんですかね。エキスがいただいてみます。まあ、カンパチ大好きなんですよ、甘く。甘い、カンパチの旨味が下にふわーっと出てきます。エキスの香りが鼻からプッと抜けます。おいしい、ぜひ食べてみてくださいね。普通のカンパチとちょっと違いますね、甘さが濃厚です。本当ですね、お寿司から天ぷらからですね、お野菜から何でも美味しいですね。もう選ぶ楽しさがですね、二重に味わい深くなりますので、ぜひ一目一寿さんね、必ず予約が必要です。でもものすごく人気なんで、たくさんの今お客さんがどんどん入ってきております。ぜひご予約早めにお願いします。仲間ち南町。